皆さんこんにちは。というかお待たせしました、ドッカンバトルフレンド募集12月編。いやさ、すげえ最近フレンド募集いつやりますかってさ、すげえ言われるんだけど、ちょっと待っててよ。その月の頭に出すって言ったけど、1日に出すとは言ってないからな俺は。だからまあ月1でやっていくからね。まあ皆さん本当、まあ1日2日3日とかに出なくてもまあ待っててください。ということで今回もドッカンバトルフレンド募集の方をしていきたいと思います。そして今回の募集人数はこちら、 YouTube 5人 Twitter 5人、まあ前回と同じだね。まあなんでこのアカウントを分けるか、アカウントじゃねえや、このプラットフォームというか YouTube と Twitter でこう分けるかっていうと、まあ例えば YouTube のアカウントがなくてたまたまこの動画を見てくれた方、 Twitter だけのねアカウントしかないって方のためでもありますし、逆に YouTube のアカウントだけしか持ってない方、まあその方の方が多いかな。ごめんなさい、ちょっと変えます。 YouTube7 人、 Twitter3 人にします。そうだよね、 YouTube の方が多分見られてる方が多分 Twitter の5倍以上かないると思います。 YouTube でこのチャンネル見てくれてる中の本当に6分の1ぐらいの方は、まあ、Twitter 僕の見てくれてると思いますけども、 YouTuber7 人、ツイッター3人、計10人の募集となります。そして、まあ、なんていうか注意事項がね、途中にありますんで、ぜひね、最後まで、まあ、この動画見て、応募してくれたら、嬉しいですというか、まあ、嬉しいんだけど、守っていただけたらなと思います。まず注意点としては、まあ、フレンドになられた方、フレンドになられた方は、ログインを、まあ、1日以上しないとフレンドからまあ外れてしまいます。なのでそれだけご注意ください。まあまあ今までもね、まあ、言ってますけども、まあ、できるだけね、たくさんの方と交流をしたいっていうのが目的でありますので、たくさんの視聴者の方、ドカンバトルのユーザーの方とね、関わっていきたいと思ってますんで、まあ、ここはね、ご了承の上、応募してください。そして YouTube からの応募方法なんですけども、まあ、コメント欄、この動画のコメント欄にユーザー名と ID を記入してください。で、今まではランクを記入してって言ってたんだけど、まあ、俺基本的にランダムで選ばせてもらってるもんで、正直ランク書かなくてもよくねって自分でちょっと思っちゃったんだ。てかそうじゃん、ランク書く必要ないよね。ID が合ってれば。まあ本当は名前も書かなくてもいいんだけど、フレンド発表の時に名前っていうのはまあ使いたい。まあ呼ばせていただくので、まあ、そのためでもあります。なのでこの2点だけね、このコメントに書いてください。そしてここね、すごい重要な部分。ID 書いてもらう時に申請するよね、俺が。そうしたら、ID 間違ってる方、もしいたら、飛ばして次の方に抽選券を移しますんで、そこだけ本当気をつけてね。それでは、Twitter の、応募方法になります。Twitter の方は、ツイートで行います。ハッシュタグ、A ゲームフレンド募集12月。これを加えて、ユーザー名と ID を、その下とかね、まあ、上下は別に、どっちもいいんだけど、ユーザー名と ID、 こちらを記入してツイートしてください。このハッシュタグのね、 A ゲームフレンド募集12月っていう文字を一文字でも間違ってたりすると、こちらで検索にかからなくなってしまうので、そこだけね気をつけてください。まあさっきも言ったけど、あと ID ね、 ID も間違えたら次に抽選券移ってしまいますんで、お気をつけください。まあ
YouTube のやり方はまあコメント見ていただければわかると思うんだけど、 Twitter でわからない方は前のねフレンド募集の動画、まあ、リンク貼っときますけども、そちらに Twitter でこうハッシュタグでこう応募の方法を、まあ、そっちだとちょっと詳しく、動画にしてましたので、まあ、前回の動画見ていただければいいかなと思います。まあ、わかんない方ね。まあ、でも前回のやつ11月編ってなってるから、そこだけ気をつけて。ちゃんと今回は A ゲームフレンド募集12月っていうハッシュタグでお願いします。そして応募期間なんですけども、フレンド発表の動画が出るまでということで、いつ出るかわかりませんので、ぜひお早めにできるだけ、この動画見て、まだね、発表されてないなと思ったら、ぜひ応募の方してみてください。はい、ということで、以上になります。みんな、たくさんの応募待ってるから、どしどし、お気軽に、じゃんじゃん送ってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、胸毛乳首動画でお会いしましょう。